どうも皆様こんにちは、岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は12月の5日です。こちらハウスですね、今片付けております。トマトの柄ですよね、それから今柄片付け終わったらこのビニールを剥がしていったりとか、マルチ剥がしたりとかね、換水設備を剥がしたりだとか、そういったことをやっている形でございます。非常にこうね、まだネギも終わって、ちょっと経ったんですけども、片付けの方が忙しくね、作業しているという感じですね。で、今回の動画におきましては、こちらですね、令和4年度担い手確保経営強化支援事業という形で、国の補助事業をですね、こちらが、ありますので、こちらをですね、ちょっとお伝えしていきたいなというふうに思います。まあ皆様方、各自治体ですよね、で取りまとめとかこちらあったかなというふうに思うんですけれども、そちらについてね、今日はお伝えして、私個人としても、今回、申請してきましたのでお伝えしていきたいなというふうに思います。それではね、本日もどうぞよろしくお願いいたします。やっててみましょう。令和4年度担い手確保経営強化支援事業という形で、ホームページにも載っておりますし、今のですね、国の政策としてこの農業の事業補助事業という形で、あるという形ですね。経営強化支援事業、まあ、対象者としましては私たちの地域で言えば北斗市、人農地プランに位置付けられた中心経営体かつ認定農業者もしくは、認定就農者、事業実施主体が認めるものという形でね、対象者となっております。まあ、私ももちろんこの中に入っていると、で、まあ、実施区としましてはこの、まあ、市のね、区分けられているんで、そこの該当している地区の方という形ですね。実施地区という形です。で、取得価格事業費の2分の1、今回ね、5割補助です。半額補助、補助金額の上限が個人の上限としましては1500万円、法人が3000万円で、事業実施主体が認めるもの100万円っていうのがあります。で、今回ですね、新しく私がこう、なんだこれって思ったのが、事業実施主体が認めるもの100万円という形で、100万円が上限で、出るという、このですね、補助事業っていうのが、今回初なんですかね。今までこの100万円マックスまでっていうのがね、なかったんですよね。今回私が申請したのはですね、事業実施主体が認めるもの上限100万円という形、これで、申請をしてきました。ですね、まあ、市役所の方も今回これが初めてで、どういった形でこう、まあ、申請して、それからそれが通るのかどうかっていうのがね、市役所の方の担当者さんともね、いろいろ話してるんですけど、ちょっとまだ初めてなんであんま分かんないんで、とりあえず、まあ、これでね、ポイント制なんですよね。何点何点ってこう皆様方あるかなと思います。付加価値額の増大、経営面積の拡大、農産物の価値向上とかいろいろあって、それでこう1点2点とか、何点っていうのがありまして、で、このポイントが高い順と言ったらいいのかな、基本的には。それからこう採択されるような、まあ、しっかりとそれをやっていく、3年計画でやっていくよというような、そんなんで、3年後にね、その今回この事業で、こういう風にやっていきますよっていう計画書を出して、3年でこう達成していく、そんな事業なんですよね、今回ね。で、私もこの3年で、今の、まあ、私ネギとトマトメインでやってて、まあ、大根とほうれん草やってるんですけども、それの経営面積を拡大していくという形ですね。これがですね、まあ、何ヘクタール以上とかそういうのじゃなくて、とりあえず、拡大をするっていうのでね、項目があります。これ取って、私はやっておりますし、あとはですね、まあ、金額ですよね、付加価値額 の増大という形で、まあ農業のその売り上げから経費引いたものですよね。これが収入になってくるんですけども、それに人件費を足したものなんですよ。これがまあ付加価値額という形であるんですけども、これをこう3年かけて 10% を上げていくという形なんですけども、これでね、私申請しました。まあ3年計画でやっていくようだね。そんな風になっていくんですけども、まあ1年目、2年目、3年目と、まあそれで達成できれば、このね、補助事業はしっかりと活用されましたという形でね、補助、してもらってありがとうございましたという形にはなってくるんですけども。で、100万円なんですけどもね、まあ、普通の補助金の上限が法人3000万、個人1500万で22点以上って、これはですね、この市の点数でしょうね。こちらで、まあ、市の方で定めた、基準かと思います。これ以上ないと申請しても、まあ、通らないよというような形かなという感じですね。で、5割事業の補助金の上限100万ってのがあるんですけどもね、ここにね、100万円。これが10点以上で
ございます。10点以上になりますと、これはですね、まあ、比較的、まあ、私のようなね、あの小規模な、あの事業、ね、あの個人事業主でも、まあ、あのまあ、今言った通りね、あのちょっと広げたり、付加価値額を、ね、あの今よりも 10% 上げたりとか、そういう形で、やっていくんであれば、そんなに、ね、難しい、ね、あの点数のポイントではなかったなという感じがありますね。うん、で、今回 の, そのこれで、まあ、やらせてもらいましてね、まあ、通るかどうかって今のところちょっと、まあ、何とも言えないという形なんですけども、まあ、あの提出に必要なものをお伝えしていきますと、今回必要であったものといいますと、まあ、あの買う機会の、まあ、見積書、これが必要でしたという形ですね。まあ、補助金の上限が100万なんですけども、また、まあ、マックスでだから200万円の商品、ね、200万円のもの買えば100万円の補助が出て、100万円が私手出しですよという形なんですよね。うん、まあ、そういう形で、私の方は、まあ、あの、なんぼだったかな。2つ今回機械買います。これまた後で お伝えしますけども、160万だか170万だったか、それくらいの機械でございます。これの半額の補助という形で、86万だったか85万だか、それくらいの補助なんじゃないかなという形ですね。はい、半額なんで、はい。なんで170万ぐらいになるのかな。はい、です。で、これを出してきました。それからは確定申告書、まあ、今年の申請するんですけども、去年度がベースで、今年、来年、再来年という形で3年計画で、やっていくという形で、去年の確定申告がベースとなってきますという形で提出してきました。で、これに伴いですね、3年計画の事業計画書というのを作りました。まあ、去年をベースにして付加価値額を 10% 増大させるための経営計画、それから、なんですかね、付加価値額 10% なんで、まあ、あのこれちょっと数字はちょっとね、私の個人あの、なんつうかね、プライベートになりますんでちょっと言いづらいんですけども、まあ、去年から見比べて3年後に 10% あの付加価値額を増大させて、経営面積を増大させて、いけれれば、まあ、あのそれで計画としては通るんじゃないかという形で、こちらの方ですね、計画の方は作らせていただきました。3年計画 の,、あの売り上げといいますか、の計画といいますかね、その方を立てて、あの持っていきましたという感じですね。なんでね、この、まあ、あのやっぱりね、国からお金もらって補助してもらって機械を買って、拡大していくっていう形になりますんで、まあ、やっぱりね、あのこの10ポイントなんで、そこまでこうあの22点以上みたいな形で細かいところまでは聞かれなかったんですけども、まあ、そこそこやっぱりね、あの国からの補助が100万円出るまで出るという形であれば、そこそこ普通にね、あの結構聞かれますんで、あのまあ、どういうふうにやっていくっていうのをね、まあ、しっかりと自分の頭の中で考えて、まあ、紙に書いて、それを提出するというような感じですかね。はい。で、今回ね、通れば欲しいなと思ってる商品なんですけども、一つ目、ですね、私前から言っていました、あの、防除機なんですよ。うん。ですね、ラジコンの防除機ですよね。丸山の防除機なんですけども、これのディーゼルエンジンの4チャンネルタイプという形で、だいたい120万くらいになるのかな。うん。で、まあ、いろいろこう、まあ、概算なんで、これからその値段、またね、いろいろこう詰めて、やっていくんじゃないかなというふうにはなるんですけども。それから、フレールモアという商品ですね、これね。フレールモア、まあ、煙幕をすき込んだり、煙幕を細かくしたりとか、あと雑草とかですよね。まあ、細かくして、こう、土にすき込むための、フレールモア。今までですと、その、なんて言いますかね、煙幕巻いても、そのままロータリーで入れてたという形でございまして、やっぱりね、ロータリーにも負担かかるし、そのまますき込むと、やっぱ大きいので、分解にも時間かかるよという形ですし、その物理性の改善であったりとか、そういったもので、なかなかね、いきなりロータリーってのもでやってたんですけども、ちょっとやっぱ厳しいよという感じだったんで、まあ、この際なんで、しっかりと、その、まあ、防除をできる。まあ、これはハウスの中もそうですし、外で雨降ってね、トラクター入れない時とか、うん、このハウスの中浸水しても防除ができるように、やれるような機械と、それから、煙幕を突き込むための土質の改善というかね、はい、そういったもので、使うためのフレールモアですね、はい、このあたりで、経営拡大していって、まあ、売り上げの方をですね、土の方を良くしていきたい、で病気を抑えていきたいというもので、今回申請していきました。うん。で、まあ、私の今後の、まあ、3年計画で達成していく形なんですけども、まあ、もうちょっと先見据えて、この計画で、補助が出ましたとなった時に、3年間はもう、達成するまで受けられないと、次の補助がね、受けられないという形になりますんで、これ達成して、その次ですよね、その次。その次で、まあ、補助事業まだこれ多分おそらく出ると思いますんで、その時に、もうちょっとこう、ガツンとこう、大きく、
まあ、面積 A ですね、まあ、やるとすればネギですけどもね、ネギの方を拡大していって機械の方をですねもうちょっと揃えてやっていきたいなというのがあります。まあ、今のトラクター外で大きく使ってるのが50馬力、54馬力かなりますんで、まあ、70、80馬力のトラクター、それから、まあ、ソフィー、このあたりももう一台あってもいいかなというふうに思っております。それから、まあ、皮むき機、それから、まあ、なんていうんですかね、まあ、根っこと皮を一緒に切れるような、そんな機械もあったらいいかなというふうに思っておりますけどもね、うん、まあ、このあたりはまだね全然先の話なんで、大きくねちょっとやっぱりやっていくためにどうしたらいいかなっていうふうにね考えた時にはですね、うん、まあ、人も雇って、そんな形になってくると思います。まあ、やっぱりね今のままやってても自利品なんですよね。結構ね今家族経営でやってるんで、まあ比較的その経営という面では安定はしてるんですよ。こうなんて言ったらいいのかな、まあ、専従者になりますし、家族内でねしっかりとそれ回してやっぱ経費を抑えつつ、また税金とかそういった対策にもなりますんで、すごくねやっぱり家族経営ってのはやっぱりいいです。うん、まあ、それもやっぱりねゆくゆくやっぱりできなくなってきますから、今のうちにそうやってしっかりとまあ、先見据えてね、まあ、私と妻、の他にやっぱりね、まあ、両親、まあ、引退というわけじゃないですけども、そのずっとねやれるわけでもないなと思います。まあ、やりたければねずっとやっててもらっても、トラクター乗っててくれても結構ですし、好きなことやってて結構なんですけども、うん、そういうことが考えるんであればね、やっぱり次のステップっていうかね、まあ、段階に入っていくべきかなというふうに自分でも思ってるんで、はい、やっていきたいなというふうにはね思っています。まあ、そのための、まあ、とりあえずの、まあ、第一歩が今回これかなという形で、うん、やっていきたいなというふうに思っています。まあ、通るかどうかは全然わかんないんで、まあ、通ればいいなっていうね、そんな話でございます。うん、まあ、ここでやっぱりね、補助金ね、農業ばっかりずれーなっていう風にね、よくやっぱりね、この補助金の話になると言われますよね。うん。まあ、農業ばっかりではないのでね、逆に言うと、厳しすぎて、全然手が回ってこないっていうか、こっちに、やっぱり、大きくやってるところはね、それなりなんでしょうけども、今回やっとね、こうやって、小気味よくできるような、そんな上限100万円で、機械購入上限100万円までっていう形で出てきたので、非常にこう、私としてはありがたいなというふうに思っておりますんで、フル活用ね、させていただいて、まあ、通ればね、これで、私の方は、ちょっと機械の方増やしていって、やっていきたいなというふうに思います。まあ、でもさ、農業も機械ないとね、仕事できないというのもね、これあれなんだけども、機械貧乏ですよね、本当に。何か機械買ったらまたどっちかが壊れてみたいな、で大きくすれば機械また増やしてみたいなね、永遠に機械こう使っていくなと思うんであれば、またこうちょっと違うことも考えていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうにはね自分の中ではね思ったりとかもするんですけどもね、うん、まあ、本当にね農業って機械ないとやっぱり体にばっかり負担かかっちゃって効率化もできないですし、うん、かといってね高いですからね本当に機械もね。私が今三菱のトラクターか、もう去年ですね買ったんですけども、あれ買った時からまた値段上がってるらしいですしね、いろんな機械がやっぱり値段がねやっぱりいろいろこう上がってるんで、なかなかやっぱり、うん、これはちょっとね、うん、でもまあ買わないとねできないからねと思ってね、うん、まあ、その分稼いでやっていきたいなと思うんですけども、野菜の値段がついてこないみたいな、はい、本当は野菜の値段がついてきて、それでしっかりと回って農業がね円卓にこうねその中で回ってしっかりできるんであれば、補助金なんていらないんですよね本当はね、うん、で逆にね税金も納めて国に貢献できるのかなっていうふうに思うんですけども、やっぱりいかんせんやっぱりねなかなか野菜の値段っていうのがなかなかねちょっとやっぱり、うん、ついてこないっていうのがありましてね、非常にこう苦しいところではありますけども、うん、で経費ばっかり上がっちゃうでしょこのご時世でね、うん、ちょっと最後の方は愚痴になっちゃいましたけども、まあとりあえずね今回ね、担い手それから経営許可だっけな、この補助事業という形で国の事業の方に応募しましたという話でございました。補助事業に応募しましたよという、ね、形で お伝えしてきたんですけれども、まあ、皆様方もね、この100万円っていうのがあって、まあ、やっぱり応募しやすいといいますか、これだとね、3年計画でもちょっとね私のような小規模な形であればちょっと面積拡大していって、付加価値額 10% だったらね、例えば、まあ1000万売上、まあ、利益ある人、利益になるのかな、付加価値額が1000万円の人であれば1100万とかね、そういう形でございますので、そこまでこう
べらぼうにこう難しい、ものではないです。まあ、ただ農産物のその時のね、年の値段によるんで、一概に言えないところですけども、ちょっとだけね、面積増やして、ちょっとだけやるもの増やしていければ、ネギで言えば100万増やすとなれば、一旦分ですし、まあ、人件費とかもね、付加価値額、自分の財産という形で、付加価値額に入ってくるので、そういったものでも、ちょっとね、面積増やして、ちょっと人増やしてとか、ちょっとね、今いる人のバイトの時間を増やしてとか、そういう形で、できればね、金額の方上がっていきますし、まあ、ただ経費もの方もね、かかるんで、ちょっと何とも言えないところですが、しっかりと計画立ててね、応募をしてね、いければ、そんな形で、私の方は提出してきましたという感じです。はい、頑張ってね、これ、補助事業通ったら来年度もしっかりと仕事していいものを作っていきたいなというふうに思っております。はい、ということで今回の動画は以上です。皆様方、いつも本当にご視聴、コメント、高評価、低評価ありがとうございます。本当にね、励みになっております。それから私インスタグラムとツイッターやっておりますんで、よろしければそちらの方のフォローもですね、ぜひねお願いしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。いつも皆様方本当にご視聴ありがとうございます。それではまた次の動画で、バイバイ。したっけね、ご視聴ありがとうございました。